ばんは、ひろきチャンネルへようこそということで、今日はゲストを呼んでいます。キュアノスのボーカルの勝間一樹です。はい、はじめまして。はい、見ての通り郡山音楽祭ので出会ったので今撮ってます。はい、せっかくなので、ね、キュアノスの宣伝をしてもらおうと思います。ですね、11月22日に、大阪の西九条グランニューで初めてキュアノスのグランニューと共同開催でカイアナイトっていうイベントをやります。すごい、グランニューやってねえんだよ。懐かしい名前で明けの神というのはグランニューの時代もありましたが、そうなんですね。はい、めちゃくちゃ出てましたけど、最近お呼びがかからないんで全然出ないんですけど、はい、あんまやってることか分かんないんですけど、はい、買いやない人はやります。はい、ということで、はい、ぜひ遊びに来てくださったら嬉しいです。はい、他ありますか？他バンドの PR でも、バンドの PR でもこんなバンドですみたいなのが、メランコリックロックをテーマにしてるバンドで、はい、メロディーとか、はい、メロディーと歌詞を大事にして、はい、よく作ってます。はい、今年の6月にニューシングルが出ました。はい、あ、すごい、シングルが出た。はい、アゴミーとアカツキというニューシングルが出ました。はい、はい、サンミュージックさんとか、SA ミュージックさん、はい、サンミュージック、はい、違う、SA ミュージックさんとかでも売ってるんで、はい、ぜひ聴いてくださったら嬉しいです。はい、なんか後ろちょ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 ろなんか一丁神の人たちが歩いてますけど。はい、ということで、はい、皆さんキュアノスを応援してあげてください。よろしくお願いします。それではバイバイ。バイバイ。